高橋晴美は、日本の政治家。自由民主党の参議院議員、文部科学大臣政務官、県復興大臣政務官、県内閣府大臣政務官。北海道知事、予算委員会委員、経済産業委員会委員、沖縄及び、北方問題に関する特別委員会委員、国会対策委員会委員を歴任した。富山県富山市出身。祖父は、 富山県知事を2期8年務めた高辻武国。父は日本海ガス社長、インテック創業者、新田七郎。弟は富山県知事で日本海ガス元社長、日本青年会議所元会頭の新田八郎。夫は札幌市出身で元米州開発銀行理事の高橋武富山大学教育学部附属中学校。 富山県立富山中部高等学校を経て、1976年、一橋大学経済学部卒業。在学中、国家上級講師経済職試験に合格する。一橋大学では、マクロ経済学専門の荒健次郎教授の、ゼミナールに所属するとともに、アイセック国際障子経済学生協会で活動した。2011年8月1日、 高橋と伊藤歩美1976年大学を卒業し通商産業省に入省する。入省同期には岡田克也、岡田修一など1985年には大西洋国際問題研究所研究院に中小企業庁長,長官官房調査課長通商産業省貿易局輸入課長を等を経る2001年から2002年に 経済産業省北海道経済産業局長。2002年から2003年に経済産業研修所長を務め、2003年に退官。通産省での先輩にあたる町村信孝の誘いで、2003年4月の北海道知事選挙に自由民主党、保守新党の推薦と公明党の支持を受けて立候補。民主党、自由党、 社民党が推薦した八路義夫や完全無所属の伊藤秀子を破り当選6人目の北海道知事に就任した2004年11月に胃がん手術のため入院2006年11月28日に再選を目指し立候補することを表明2007年4月8日の北海道知事選挙では自民党公明党の推薦を受けて 立候補し、民主党、社民党、新党大地が推薦した、荒井総大佐で破り再選。2011年4月10日の北海道知事選挙で参戦2014年12月27日、翌2015年4月の第18回統一地方選挙にて行われる、予定の北海道知事選挙に立候補することを表明。 自民党北海道連と公明党、北海道本部から推薦を受け、同性発、女性知事としても、史上初となる4選を果たした2018年12月15日、翌2019年4月7日の、第19回統一地方選挙にて行われる、予定の北海道知事選挙に立候補せず、来下の参院選北海道選挙区に出馬すると、表明した。 12月18日付で自由民主党に入党した。2019年4月22日、北海道知事を任期満了に伴い退任。2019年7月21日、第25回参議院議員通常選挙に当選。2021年10月、第1次、岸田内閣にて、文部科学大臣政務官、内閣府大臣政務官。 復興大臣政務官に就任。北海道前の普及拡大知事就任後高橋は、北海道前の普及拡大を目指す、米チェン。運動を推進。北海道産枚の消費拡大を目指した、テレビ CM、選んで、米チェン。新米キャンペーンを、道内民放5局で放映。高橋高橋自ら出演し訴えた。2008年に採用された。 ユメピリカの PR においては、国内だけでなく2016年には初めて、ユメピリカの精米を中国へ約12トン輸出し、PR 活動を実施した。2018年には、北海道産ユメピリカ等36トンを10月に、小樽港から中国大連港へ輸出すると、輸出量は増加している。2008年東ヤコサミットの誘致2008年の、 主要国首脳会議を北海道アブタ郡東野湖町へ誘致にすることに成功した。観光産業政策選挙公約では観光に強い北海道を訴え様々な観光産業振興を提案していたがリーマンショックの影響からホテルパコの運営会社の民事再生など思うような政策を打ち出すことができなかったが退任までの間に10倍以上の外国人 観光客の誘致に成功。一定の成果を出している。市長再編2008年6月27日の道議会において、北海道総合振興局設置条例を可決採択。これにより、現行の道内の14市長を廃止し9カ所の総合振興局と5カ所の地域振興局を設置することとなった。 しかし、新興局に降格される市長の町村など、地方の反発が大きいなどの理由により、与党が再編実施に必要な公職選挙法の改正は見送ったため、2009年4月実施が不可能となり、一時の間凍結されることになったが、2010年4月に実施されることとなった。その他北海道知事として、原子力政策2009年3月に、 北海道知事として、泊原子力発電所3号機での、プルサーマル発電を事前了解した。また2011年8月17日には、調整運転を続けていた泊原発3号機の、営業運転への移行を容認している。夕張市破綻問題道は、財政再建団体へ転落した夕張市に対し、市が、 約20年間の再建期間中に返済する赤字額360億円の融資を決定。赤字額は金融機関からの一時借り入れ金で補われており、夕張市は道からの融資で一括返済する。同型裏金問題への対応2003年11月23日、北海道警察旭川中央署の捜査用、報酬費の不正流用疑惑が、 マスコミ報道で浮上した。また、元、同系職員が2005年7月に未知監査の対象となった4品目以外でも裏金があったことを伺わせる、裏帳簿を道に提出していた問題で、高橋知事は2005年8月5日の記者会見で、資料は15年前のものであり、公的文書で確認することは不可能だと述べ、再調査を行わない考えを示した。 知事は元同系職員が資料提出したことについて、指摘流用があるというのは、口頭の話であって、裏付ける証拠はお持ちでなかった。書類が残っている期間でないと何もできないと述べるなど、法的に追求できないことから改めて裏金調査に、消極的な姿勢を示した。この知事の消極的姿勢に対して、 同型裏金問題を追求していた市川森弘弁護士は裏付け資料のあるなしにかかわらず疑わしきものがある以上知事は再調査をすべきだと厳しい批判を行っている財政運営2007年から2年間北海道職員の給料を次元的に10%削減したこれは職員組合の間では2年限りの申し合わせ事項であったが 財政状況に改善が見られないこと等により、2007年11月5日に、2008年度からも4年間、全職員の給料を一律9%カットする方針を表明したが、対抗勢力の圧力により保護とされている。一方で、危うい道財政の状況で、1回目の任期、満了後に多額の退職金を受け取っており、避難の対象となっている。 新東大地の鈴木宗夫は、任期が終わると退職金を持って、北海道から去る人と厳しく批判している。なお、北海道新聞の調査によると、道知,知事の退職金は3,5769,600円となっている。公共事業全国市民オンブズマン連絡会議による2005年度の道が発注する。 公共事業の平均落札率は94.7%で、宮崎県、熊本県に次いで全国ワースト3位の位置づけとなっている。また、同調査での談合疑惑度を示す落札率分布では、落札率95%以上の割合が、ワースト2位の鹿児島県の76.3%を大幅に上回り、84.3%で、北海道が、 ワースト1位となっている。このように、就任以前から少なくとも何らかの形で、政治的に建設業界との間に非常に密接な関わりがあるとの批判があった。受動喫煙問題2011年に行われた、飲食店における喫煙環境のあるべき姿についてのアンケートにおいて、飲食店は営業形態や規模が多種多様であり、 利用者のニーズも様々であることから、これらを勘案して、適切な受動喫煙防止対策を進めるべきと、回答している。デジタル経営改革の推進2019年経済、産業委員会で、高橋は、大企業を含め8割もの企業に老朽化あるいは、陳腐化した IT システムが存在をし、このまま放置すれば、大変なコスト増となると指摘。 システム刷新のための投資額は大変大きく、経営者の判断を促すための後押しが必要の見解を述べた。また、高橋は、中小企業にも支援措置が必要とし、資金面、税制面ばかりではなく、制度的な後押しも必要と述べた。さらに、日本企業のデジタル経営改革を進めることが、 日本国全体の競争強化にもつながっているわけでありますから、このことをしっかりと進めていかなければならないと思います。と話している。地方におけるデジタル技術の導入に関して、高橋は知事経験を踏まえ、地方創生という観点からも大いに期待すると強調した。付加価値の高い産品作りを模索しなければ、地域間競争に勝ち残れないと、IT 導入による。 生産性の向上の必要性を訴えた。北海道のインフラ整備水道事業の各自治体連携へ2019年11月経済産業委員会にて高橋は私が住む北海道においても人口減少の中で水道施設も老朽化が進んでおりまして単一自治体による水道事業の運営は限界に来ている。にもかかわらずそれぞれの基礎自治体が それぞれのシステムを有しているがゆえに、なかなか広域連携が進まない。と語り、アーキテクチャ設計の可能性として、北海道の水道事業各自治体の連携に活用できれば、と述べている。電力融通強化2020年、高橋はインタビューにて、北海道胆振リ東部地震の二度とあってはならないと述べ、過疎な地域にも送電網を張り巡らさなければ、 ブラックアウトに陥る可能性も出てくると指摘。解決策として北海道と本州のつながりを強化させること。電力融通強化を提案する。高橋は今は北方連携が極めて脆弱で、例えば四国は四県の人口が合算しても北海道より少なく電力の需要も少ない。にもかかわらず、 本州と四国の送電の方が太いわけです。本来であれば、北海道との送電線を太くしなければならないわけですが、そういった案件は、自治体の立場では対応しきれない部分がありますので、国会議員の立場になった今、しっかりと現状を把握し、経済産業委員の一人として、地域の声を広げ、代弁していきたい、と語る。 新幹線の札幌延伸早期実現公共は札幌市が誘致を目指す2030年2月の冬季五輪パラリンピックで選手や観客の重要な輸送手段となります観光立国を目指す北海道にとっても実現を目指すプロジェクトですと語り地元だけに負担が押し付けられることは避けなければなりませんが国も理由なく北海道だけを優遇できません 早期の札幌遠心の意義を改めて国や国民に PR します。予算確保には政治の判断が関わります。知事を経験して事情を把握している立場として、北海道の議員が一つにまとまる結節点となり、国に働きかけていきます。と語る。消費税人権問題憲法問題多数、ありがとうございます。